動画化だね。続いての、島はですね、集まり動物の島でございますね。はい、還暦間近の大人の島に来てみませんか。この島の住民は食について生活しているコンセプトです。おお。うわー、はーはー、いやー、なんか急にすごい今のさっきの島となんかギャップですごいな。なんか自然がすごいいいね。あ、座っとんかい。座ってんだけど座ってんだけど、ちょっと待って、あはは、ほんとだ、還暦間近の大人の島そういうことかいい顔してる。いや、いい顔してるな。面白いね、このキャラクター。いや、すごい、わー、自然豊か、わー、綺麗、わー、すごい、農家だ。あ、果樹園畑。いや、ちょっと参考になるな、これマジで。樽の上にフルーツバスケット、これいいな。いただこうかしら。使い方がすごいね。ねんなねんな、おい、ちょくちょくねんな。おい、おじいちゃん、ちょくちょく寝るんだけど。ソフトクリーム屋さん、あ、パン屋さん。うわー、めちゃくちゃおしゃれ、すげー、天才だな。はあ、なんか自然に囲まれてる中の根になって、いいね。ちゃんと道ちょっと作ってる、ほらほら、こうやってね、ちゃんと道作ってますわ、小道を。いや、根だ本当におお、図書館。いや、ねんな、おい、おじいちゃん、ねんな。なに、何のお店だ次。カフェだ。はぁ、ねんな、おじいちゃん、おじいちゃん、起きろ。おお、ここで遠近法を使ってきたぞ。車とお家が奥にある、すげえ。あ、ば、ウクレレね、すごいなこれ。いや、ねんな、ちょっと和な感じも入れてますね。ねんな、クソジジ。おお、これすごい、なんかおじいちゃんの家って感じがする。確かに、うん、お邪魔します。うわ、おしゃれだな。めっちゃ合うな、おじいちゃんめっちゃ合うよ。海外って感じ。いやー、やば、おじいちゃんの部屋だ。趣味が、あ、絵を描くのね。やば、めっちゃうまいじゃんアーティストだね。いやー、こういうおじいちゃんモテるよ絶対。あ、今ね、ねんな、クソジジちょっと、いや、すいませんね、言葉が過ぎました。はい、いや、ねんな、こらー。いや、本当に素晴らしい。いや、結構好きです俺この島、うん、個人的に。以上です。じゃあいや、ありがとうございました、本当に。起きろ、おらー。おじいちゃん好きだわ、連れて帰りたい